自然孤事は、カン弥ミ作の脳の一曲である。世阿弥の手も入っていると考えられる。仏教の説教者の自然孤事が芸尽くしによって、幼い者を人会から救う。カン弥ミらしい劇的構成が光る脳である。狂言口明けで、愛がここは、雲井寺境内。今日は、自然孤事の七日説法の決断であると説明する。愛の言葉を受け、しての自然孤事が現れる。 そこに貧しい幼い者が現れ、衣を差し出し両親の供養を願う。自然孤児も見物人も幼い者の心がけに涙するのであった。この間に脇の人替えが一の松まで現れ、買い上げた幼い者を連れ去ろうと説教の場に乱入する。自然孤児は、かの衣は幼い者が人替えに自らを売って得たものと見抜き、これまでの六日間が無駄になるのを承知で、 善悪を飽きまえることがさらに重要であると説教をやめ、幼い者に縄をかけ船に乗って去っていく人会を追い、悟そうとする。琵琶湖藩は、大津で人会に追いついた、自然孤児は衣を叩きつけるが、人会にも一旦買ったものは返さないという掟きがあると譲らない。自然孤児もまた人助けに失敗したら二度と暗室に戻らないという掟きがあると言い張る。人会は、 言うことを聞かないと、痛い目に遭うぞと脅すが、それも捨て身の行と譲らない。殺すぞと脅しても、殺されても船から降りないとしぶとい。人回も困り果て、自然小児に舞を回せ、それで幼いものを返してやることにする。自然小児は船を題材にした中の舞、かっこの舞を見せ、めでたく幼いものを京都に連れ帰ることに成功した。ありがとうございます。